はい、どうも、ゆたかです、えー。今回なんですけど、こちら、呪術回戦2期第1話のレビューということでね、今日は呪術回戦2期第1話、括、え、弧、ー、25話のレビューをしていきたいというふうに思います。まず簡単にあらすじを話してから、そこから本作の見どころを話していこうと思います。では行きましょう。はい、まず簡単にあらすじを話していきます。えー、行方不明者が多発する、い、え、わ、ー、くつきの洋館の調査に派遣された術師の歌姫と命名。 妖怪に潜入し樹齢の結界術に気づいた2人は、えー、結界を破るための行動に出るんですが突如建物が崩れ始めてしまいます。 え宙に放り出された瞬間の目の前に現れたのはということでね2006年最強の2人のもう戻れない青い春が始まりますということでえ第2期のね初回にあたる25話解読ではですね五条の学生時代が描かれることにまなりましたえ新しいオープニングとエンディングも解禁されましてですねファンの間ではまあオープニングの冒頭で描かれたえ眠る五条と第1期のオープニングで描かれた眠る虎取れがリンクしてんではないかっていう,ていう話題になったりですねえーオープニングの最初が一期を思わせる始まりか 方なのがまあ最高っていう話もね出てたりしました。はい、そしてですねまあエンディングの方では、えー、まあいきそう結局こう別れ離れまあ離れ離れというかこうち別々の道を歩む、えー、ゲットーと、えー、中村倫也さん演じるですね五条えー、この二人のまあなんだろうなこう それぞれの道を進むっていう感じが演出で表れていたりましていますと。はい。まあそんな感じでですね、あらすじを話していきました。で、今回の見どころをちょっとまず話していくんですけど、まず1個目は、ちょっとこのメイメイと歌姫の、あのー、なんだろうな、演出、そう、映像としての演出、ここちょっと話していきたいなというふうに思います。ぜひですね、見ていただきたいんですけど、まずこの洋館の、 あの説明からですねめちゃくちゃ実写っぽいんですよね演出がこれ本当にすごいなというふうに思いましたはいまずですねあの洋館まあこういうねあのホラーっぽい洋館がありますよっていう結構ホラー映画の入りでこう入るんですよ今回の第1話があの結構これ驚きだったんですけど漫画でもまあ結構まあそういうシチュエーションあるのかもしれないですけどでもねアニメで見るとめちゃくちゃホラー映画っぽく映ってるんですよね なななんかこうう不安にるるようなこう入りをしているわけですねじゃあどういう入りを演出しているかっていうとこうホラー映画でよくあるようなですね昔のフィルムビデオがこう出てきたりするわけですね昔のフィルムビデオでかつてはこう家族団らんだった洋館でも今ではこう廃墟になっちゃったみたいななんかそういうねあの昔のフィルムをこう用いてですねその昔感を出していたりしてそこでこう。 あのホラー映画でよくあるこのお決まりのパターンを踏襲してやっていたんですよねそれもまずすごく良かったなという風にまず1個目思いましたねでかつですねこう洋館に入るとですよ洋館に入るとこうドアがね自動で閉まるわけですね洋館に2人が入ったら自動で閉まるわけですこれもあるあるじゃないですかホラー映画で変なところ入っちゃいましたそしたらドアが勝手に閉まりましたこれあるあるですよねもう結界の中入っちゃいましたみたいな感じで、えー、これ結構あるあるだなと思うんですけどこれもねめちゃくちゃホラー映画 ぽいんですよねしかもですねそこから歌姫がねこう下の方から上2階まで続いてるんですけど下の方からアングルをグーッとカメラこう1階から2回っていう風にやってですねあの全体をこう洋館の全体を映すっていうシーンがあるんですけどここもね目の動きが本当になんだろうな自社っぽいなっていうふうに思ったんですよね。ああとまあこう 動くシーンとかも本当にすごくてですね、恐る恐るこう動く、あの、こうシーンがあるんですよ。恐る恐る足を前に出すみたいなシーンがあって、そこではですね、まあおそらく FPS、あのフレームレートめちゃくちゃこう、なんだろうな、あの、8枚とかではなくて32とかにしているのかなわかんないですけど、あの、とりあえずぬるぬる動くわけですね。で、そのぬるぬる動くのが何を演出してるかっていうと、そろりそろりとゆっくり動いてるのを演出してるわけですね。恐怖だからこそ、ゆっくり くっくり足を運ぶ、えー、だから何枚も枚数を使ってその足を運び方を演出しているとかすごくこ,このホラー映画のの入りっっていうのが良かったんですよね、うん、でまあしまいにはですねこうネズミがね途中で出てくるんですけどそのネズミを見る恐る恐るこう見るシーンでベッドのこうね下にネズミがいるわけなんですけどもそこの下を恐る恐るこう,恐ろ恐ろこう見るシーン。 あの顔のカットベッドのカット顔のカットベッドのカット顔のカットベッドのカットでもここでなんだろうなドキマキさせるわけですねユーザーに見てる視聴者にいやこのあと何があるんだろドキで怖いなみたいな感じでさせるわけですね、えー、そこのね演出がめちゃくちゃ良いなっていうふうに思いましたですねでもうしまいにはこうネズミが出てきてでそこからねあの出るシーンがあるんですね歌姫が部屋から出るシーンがあるんですけどそこのねあの、まあ、こうスクリーミングヒローになり みたいなことをねめいめいに言われるわけなんですけどそこのね叫び度合いが本当にすごいんですよねもうなんだもう実写なんですよねもうほぼほぼ実写でもうなんか頭めき温めふためき度合いとかもう本当実写なんですよねうん。あれもしかしたらこう何かに何だろうなトレースをして書いてるのかもわからないですけれどもまあ実際のところはどうなるかわからないですけどもうそこのね頭めふくためき度合いがもう本当に実写のそれでそのアニメっぽいあの 動きではないんですよねなんか蹴れ目がある動きではなくてですねもう完全にもう人間のそれなんですよ動き方がうんホラー映画のそれだったんですよねうんでも入りはねホラー映画なんですよ2つ目のね見どころちょっと話していきますけど入りはホラー映画なんですけどそこからちゃんと呪術をやるんですよねここがまずすごいなと思いましたそこからですねまあなんかあのこれは継ぎはぎになっていて老化が継ぎはぎになっていて こうダッシュすればその継ぎハギが破けるんじゃないかなっていう風な話をね二人がするわけですねでこう両サイドからこうダッシュするわけですよねでそこのこう要はまあ起点の効かせ度合いとか,なんかこういうのって結構まあ呪術でまあ何パターンかあった気がするんですよ今までの呪術でもだからここで呪術っぽいなっていうのをまあ感じることができたりしましたね要は入りはホラー映画っぽい入りでめちゃくちゃこうユーザーをこう映像にね熱中させる えー、っていうことができている、えー、しかもその後にすぐもう「鬼滅」のポぽさを出して、えー、なんだろうなその今までのこう映像としての魅力で引き付けてたのをいもう一気に、えー、五条悟とかが登場したり、えー、ゲ下等スールが登場したり家入リが、えー、登場することによって一気にこう 呪術回戦としてのキャラクターの魅力っていうのにこう戻していくっていうのがすごく流れがすごく綺麗だなというふうにまず思いましたね。はい。で、まあここから、えー、なんだろうな、まこうアニメっぽいね、アニオリのこう演出とかも入るわけですね。うん、それがね、あの、デフォルメされてるんですけれども、あ、このデフォルメされ度合い結構あ、もし漫画をデフォルメしたらまあこうなるやろうなみたいな感じですごくいい、良かったりですね。あと、あの、中村隆一さんとかですねあの、まず演技がすごく、 学生っっぽい声になってるんです若干大人っぽさが泣けて子供っぽい声になってるんですねここの声の使い分けがめちゃくちゃうまいなというふうにもまあ思いました。と、はい、いうところでまあ、この洋館の話はあこんな感じでちょっと話しましたがあのかなりですねこ実写っぽい演出で映像としてお客さんをこう引き付けていく、えー、そこから事実 としての魅力に引き込んでいくこの流れが非常に綺麗だったなというふうに思いましたはい2つ目2つ目なんですけどバスケの話をさせていただきたいなというふうに思いますねバスケすごく良かったなと思いましたえっ、ー、と途中でですねあのゲト、えーと五条がバスケをねするシーンがね実はあるわけですねうん。でこのまあ、バスケをするシーンって何をこう 表しているかっていうとですよ。正論 vs こうまあ、暴論というか、うんあの要は五条とゲトのたそのなんだろうな言ってる論理がちゃうんだよっていう話をここではまあ、実はしているわけですね。うんあの大会に2人がいて五条とゲトが会話を交わすシーン。 があるんですけどもともと原作では教室でのシーンだったと思うんですけどこれはね体育館に変更されてるんですねアニメではねで五条がシュートを決める演出が、えー、あったりするわけですね、うん、でも下等はこうなかなんかシュートが決まらないわけですねで何をこれ表しているかっていうとですよはは人々の心のの心平穏のために目に目見えないないいい脅威得しととだからばいの必要性を強調して弱者生存を掲げるわけですね。 呪術は非術師を守るためにあるんやというふうにゲトは言うわけですよ、うん。これは正論なわけですね。正論のシュートはバスケのゴールには入らないんですね。じゃあ五条悟はそれを嫌うんですよ。力に理由とか責任を乗せるののは弱者の行いやっていうふうに反発を五条悟はするわけですね。うん、だから、まあ、このなんだろうな若き日の二人の考え方の違いみたいなのが後の呪術回戦ゼロで。 あの異なる、ね、立場に立った2人がこう衝突するみたいなことにつながっていくわけなんですけどもここのねやっぱりあの、まあ、五条とそのなんやろうなこう下等の意見の違いっていうのをバスケのゴールに入る入らないで表してるのがすごく良いなというふうに思いましたね。 五条のねシュートは入るわけですよ。力技シュートはもう本当理論無視してパーンって入るわけですね。だから正論 VS 理論無視なんですよ。この勝負って。で、もう完全に理論無視のシュートはもうようわからん弾道なんだけれども入るわけですね、うん。だから力技で行けばいいんやと。うん、そ弱者生存なんていらないんだっていうふうに五条は言うわけですよね。 ここのまあ演出すごくいいなっていうふうに思いましたということでちょっと挙げさせていただきましたこれね兄よりなんであのアニメの演出家の方が今考えた演出だというふうにまあ思いますとはいはいそんな感じで話していきました、えー、まずですねこんな感じでですね第1話めちゃくちゃいい出来になっているのでぜひですねご覧になってほしいなというふうに思います今後もですね技術回戦2期レビューしていきますのでよかったらチャンネル登録と高評価とコメントをないぞお待ちしておりますではまた